本日はライジンファイターの鈴木千尋選手、朝倉未来選手が自身の YouTube チャンネル内にて気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。鈴木千尋選手は3月25日突如 Twitter にて、うんざりです。知名度って言うなら俺はもう戦いません。格闘技の本質を忘れているとツイートし、このツイートはフォロワー約 1.7 万人のアカウントにもかかわらず177万インプレッションされるなど大きなバズりを見せておりました。この鈴木千尋選手のツイートに対してファンの中では、そうなんだよ、ライジンはもっと鈴木千尋選手を持ち上げてくれよ、朝倉未来と平本蓮で盛り上げようとしているのはわからんでもないけど、クレベル小池が空いてるならマッチメイクしてあげてもいいんじゃね。5連勝の鈴木千尋がこんな立場で平本の雑魚が斉藤豊とやれること自体がマジで狂ってるのよね。未来が勝った場合、クレベルとのタイトルマッチが約束されてて流れたとかかな。それか平本が勝てば朝倉未来戦が内定していることについてなのかなど、鈴木千尋選手の不満の原因は人気や知名度で活躍する朝倉未来選手や平本蓮選手に対してのものではないかとの憶測が多く寄せられておりました。そんな中、このツイートの翌日、鈴木千尋選手は自身の YouTube チャンネルを更新し、その中で納得いかない心境を抑えきれなくてあのツイートをしました。実力がある、知名度がある、もちろん両方兼ね備えているファイターは素晴らしいと思う。でも今の時代を切り取ってみたら、実力があるファイターよりも知名度があるファイターの方が評価される時代になってきてるよな。もちろん影響力があることは大切だと思うけど、でも納得いかないんだよな。俺たちプロ格闘家は他のみんなができないパフォーマンスをする、それが実力の世界。現に俺もそうなんだけど、試合で見せればファンの人たちはついてきてくれる。本当に評価されるべきは試合で見せてる人たちだと思うんだよね。知名度が優先して実力が大してない選手が評価されることに対して、それってどうなのって思うんですよ。いろいろファンの人たちの中で俺が不満のツイートをしたことに対しての憶測が立ってるけど、全部が全部当てはまってるとは言わないけど、それに対して言いたいこともたくさんあるよねと語り、知名度や人気が優先されビッグマッチが組まれていることや、実力が最優先になっていない格闘技界に対して不満をあらわにしております。そんな中、朝倉未来選手はこの鈴木千尋選手の発言の2日後、自身の YouTube チャンネルを更新し、その中で自身が主戦場としているライジンフェザー級戦線について語り、今のライジンのフェザー級はかなり熱くなってきていますよね。4月1日に堀江 vs ケラモフがありますけど、この試合の勝者が俺や牛久選手、斉藤選手やクレベルと戦う可能性はありますよね。あとフェザー級は誰がいますっけ。ああ、鈴木千尋選手か。鈴木千尋選手はまだ上位層レベルではないと思うんだけどな。 MMA での総合力で言ったら、前回は中原選手に勝ったのか。でももう少しテイクダウン力が高い選手と試合が見たいけどな。それこそ斉藤選手、牛久選手とかさ、打撃がまあまあできてテイクダウン力がもっと強い選手と語り、ライジンフェザー級トップ戦線としては自身と斉藤豊選手、牛久潤太郎選手、クレベル小池選手としつつも、鈴木千尋選手はまだトップのレベルではないと分析しております。注目の集まるライジンフェザー級戦線の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。